はい、皆さんこんにちは、あちでございます。太鼓さんね、やっていきたいと思います。表情の前行きましょうか。小松城が上杉家の軍に攻め入られております。援軍を出さないのかと。昇進できるものは以上にございます。高虎さんと、あ、高虎さん、あ、やっとだ。足軽大将からね。ぬくいさん、はい、2人とも出世してくださいと。で、指名伝達じゃなくて拠点移動ですね。うん、拠点をお移しなさりますか。では拠点を選びくださいと。長浜城だね、やっぱり。はい、長浜城行きましょう。はい、では長浜城を拠点といたしますと、本拠に帰還しましょうね。で、ここ長浜城の状況を見とかないといけないので、拠点ね、兵が1万7000人しかいないでしょう。それと、そうですね、なのでいっぱい集めないといけませんね。さあ、はい、お帰りなさいませ、お前様と。指名を得られた方々で、じゃあね、よいしょ。はい、まず、あら、輸送ね。物資を集める。こっちね。長浜城に物資を集めるというので、兵糧を集めたらダメなんだよね。あ、でも兵糧集めないと、あれか。指定して集めないといけないんだね。兵士。はい、これでとりあえず、いいですね。物資を集めるで、ここに兵糧を集めたらダメだから、軍馬で物資を集める。で、鉄砲で物資を集める。大筒かな。でも結局大筒もね、そんなにいけたかなっていう感じだもんね。軍資金26万しかない。大筒ね。で、次は、輸送先を指定で、どの城から輸送なので、姫路城ですね。姫路城から長浜城に、軍資金、480万貫もあるんで、460万貫持っていきましょうか。で、兵糧も欲しいね。兵糧は33万貫だから、まあまあ、23万貫持っていきましょう。こんなもとでいいかな。うん。ね。よし。はい、いや、もう別にいいです。で、これで、増えたでしょ。一応ね、ちゃんと見ときましょう。あ、増えたね。うん、士気と訓練度低いですけど、とりあえずと、表情の間ね。はい、攻められておりまするなので、主命で、さっき今、合戦にしましょうか。ここでしょう。小松城。で、出陣で、私は入りませんか。正直ね、上杉さんと戦いたくないんですよ。上杉さんと戦うとえらいことになりそうなんでね。お、朝倉さんになるの？ちょっと待ってね。軍学に長けてる人。神保さん。大宝寺さん。いい人がいないですね。内藤さんいるか。内藤さん武将だけどね。内藤さん、馬場さんもいるか。内藤さん、馬場さん。小山田さんもいいね。高虎さんも、いい。あ、じゃあ、ここら辺にお願いしましょうか。内藤さん、あなたに決定しましょう。で、正幸さん？真田さんは？真田さん十分いいです。真田さん。この人はやめときましょう。
で、朝倉さん、まあ悪かないですけどね、岡部さん、里見さん、っていくよりは、足軽の方で組んだ方がいいのかな。おら？あ、高虎さんね。高虎さん選んでおきましょう。で、雪永さん。雪永さん、あ、まあまあ頑張れるんだけど。いや、もっといい人いたかなと思ったんですけどね。鉄砲は、おさほねさんは、ダメだね。え、そんな風、そんだけしか人いなせんでしたか？キバ、あなたは？微妙だね。花房さん。悪かないんだけどね。悪かないんだけど。ババさんだね。ババさん入れときましょう。あ、武田のかっちゃんね。入れときましょう。これでもういいのかな？もう一人選択できるんだね。もう一人誰にしましょうか。中条さん。ダメだね。この人いい人だ。はい。この人で決めましょう。じゃあ、お願いできますか。はい、最大ね。はい、とりあえずこれでいってください。はいと。で、この後すぐ私出ちゃったらダメなんだね。正直言いませんね。ね、あれ、その場で2部隊出しちゃうと消されちゃうんだね。石山本願寺の時そうだったもんね。今回援軍って出なかったですよね。やっぱ自分が出るとこじゃないといけないのかな。じゃあちょっと、じゃあね、どうしよう。10万貫持ってんね、私。で、じゃあ米転がしましょうか。またね。3位が長浜はもう勝ってるんで、裏と、これも遠いね。跡地590安いのか。590で安いのか。まあ、あずち、うおぉ貴様ここにあったが100年目成敗してくれる。まだ恨んでんの、この人。いやー、やっぱ恨みすごいね。で、ちょっと考えながら行かないと。まあレーザー撃ってもいいんだけどね。で、ここでドンっていって、引き落とし。おお、そうなるんだね。まあ多分また引き落としとか言われそうな気がするんです。霞行ってみましょうか。塚返し見えてないのじゃないかな。見えたわ。はい。よかった。そっか、もう一人いるのか。レーザー撃てる？でも撃つよりはちょっと、いけたね。ここで死ぬのは無念でございますが、貴殿に殺されるのも運命でございましょう。さあ、さっさと殺せて。頭の2行はいいんですけど、さっさと殺せ。潔い最後じゃな。では、せめて一撃で、うわ、殺しちゃうんだ。ぐわーっと。魅力1下がっちゃいました。もう問答無用で殺すときあるんだね。所持金はいっぱいです。金庫に入ります。いやー、真田さんいい人なんですけど、やっちゃいました。ごめんなさい、本当にね。もう連打したらダメですね。はい、いらっしゃいませと。購入、590貫。よし、はいと、交渉しましょう。でもこれで命狙われることはなくなったと。ねえ、マサテルさんに怒られそうな気がするけどね。はいはい、承諾しましょう。で、590が何千石、29千石、17000。これはもう交渉しちゃいましょう。はいと。まあそんな大きくね、大きい幅がないんで、まあいいですよ、これで。はい、2000貫しかお得にならなかったか。じゃあ行きましょう。
さあ、じゃあね、民家、どこに行くかなと。お、この人知らないね。あ、でもなんかお医者さん？あ、違うね。もう何者じゃと。お初のお目にかかる橋場秀吉と申すと。お、貴殿が牽制のと。ちょっと待ってね、私。あ、悪名上がっちゃった。悪名上がっちゃったね。でらば、ちょっとお茶しましょうか。はい、今日はこれまでにしましょうと。この人どんな人？15歳浪人ですね。通称は源八郎。名は重氏といい、一水県院政と号す。元は勝巻生でいいのかな。日置流弓術を学び、当主吉田重綱の娘をめとると。後自ら院政派を起こしたと。豊臣秀次や結城秀吉の弓の師となり、大阪の陣の後徳川家に伝わる。おすごい武力。あ、この人仲間なんないね、きっと。それは日置っていう、これ名前って結構地名でもあるんですよね。勧誘してみましょう。来ないよね、多分ね。あ、来た。あらら、来たんだ。いや、てっきりあの剣豪というか、ああいう方なんだなと思ってたんですけど、違いましたね。さあ、じゃああ、待って、安土ってもう一人いましたね。山崎さん。ああ、そっか。どうしようかな。いや、今人いらないね、そんなに正直ね。まあ、さっきの人は通りましたけど、能力の高い人は取ろうかなという気がするんですけど、まあ、このゲーム、やっぱり能力低くても取った方がいいとは思うんですけど、やれること増えるんでね。ただ今、私の城、べらぼうに人いるんで、今何人いるんだ、私の。見れるのかな、そんなの。見れないよね。配下、あ、配下で見たら、でもこれ、何人とか出てこないんですよ。でもこれ多分もう、かなりの人数いるはずなので、に、なので、ちょっといいかなと。さ、親密に行く人。あ、まだ出ちゃってんだね。みんな出ちゃってんね。あららら。あ、いたいたね。じゃあ、あら、あなた、ダメなんだね。もうすでにやったのかな。あ、やってんね、お茶ね。まだ1ヶ月経ってなかったか。杉田さん、まだ帰ってきてないんだね。じゃあ、城戻りましょう。おかえりなさいませ、お前様と。で、いつもと話しましょう。あ、召し上がりましょうね。お味はいかがですかと。うまいと。ねねをのぞいて、これほどのうまい飯を作れるものはこの世にはいまいと。まあ、お上手ですことと。で、もうマックスになってるんでしょうね。私とねねさんの相性が。で、標準は行きましょう。攻められておりますと言ってますので、今、じゃあ、指名伝達。あんまりいい人いないんだよね。あ、でもな、あら？負けて帰ってきたの？ちょっと待って。ちょっと待って。小松城に、あ、旗の家が小松城に向かってんのかな？あら？ここは？あ、二重で攻めてんだ。馬場さん負けちゃったのかい？この短期間では負けちゃったのかね。じゃあ仕方ないですね。はい。ああ、来所さんか。あ、じゃあちょっと来所さんとお食事しましょうか。はい。あ、おとんではございませんのかと、お茶しましょうねと。これで今ね、上杉を小松城から撤退させれたら大きいですよね。後ろまた攻撃してますしね。じゃあね、この辺で終わっておきましょうか。太鼓さん、終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。